な感じで完成です。こんにちは、リプレイヘアデザインのふみこと申します。今日はこちらキヌジョの、32ミリの、コテを使って、ルーズなんですけれども、しっかりと動きが出て、持ち乗りに、ポニーテールスタイルをレクチャーしていこうと思いますのでよろしくお願いいたします。取っていきます。で、前髪部分とあと前髪の横、こめかみあたりを今回は取っていきます。こんな感じで、あとで作業がしやすいようにここはピンなどで留めておきます。で、こちらも一緒です。前髪部分とあと前髪の横ですね、こめかみ部分を膨れ毛として残しておきます。で、次に、全体を巻いていきます。だいたい分割ぐらいで分け取って巻いていきます。よいしょ。で、ここを後ろを留めていきます。で、こちら160度で巻いていきます。で、全体的にランダムに、ミックス巻きで外し巻きをしていきます。で、根元付近からしっかりと巻いていきます。根元付近からしっかりとコテを入れて熱を当てて、で、回転させながら、少しずつ外して巻いていきます。ランダムに巻いていきます。で、巻いても、すぐには崩さないで、そのまま、巻いた状態のまま残した方が、後で後ろでポニーテールにした時もカールがしっかりと残りやすくなるので、すぐには崩さないでそのまま冷やしておいてください。で、上も巻いていきます。上もなるべく根元付近から巻いていきます。こんな感じでしっかり巻きました。次は、結んで引き出した時に、ルーズな動きが出るようにコテで巻きを入れていきます。まずトップですね、トップからやっていきます。トップからだいたいコテ幅分ぐらいで大丈夫です。コテ幅分ぐらいで少量取っていきます。少量取って、取ったら、このままコテを当てて、で、巻きつけていきます。で、この時もなるべく、真上に毛束を持ってって巻きつけていくと、トップの動きも、トップの立ち上がりもしやすくなります。こんな感じです。で、次隣ですね、隣も同じようにコテ幅分ぐらい少量取って、このように巻きを入れていきます。この時も根元付近から、巻きつけると根元から動きが出やすくなります。で、この
下も少量取っていきます。でこの時にちょっと今持ってた、固定の手を変えます。固定の手を変えてそのまま巻きやすい方向に巻きつけていきます。ちょっと巻き方が、巻く方向が少し変わるので、こうすることで、動きが、後ろに持ってた時にランダムに出てきます。でここの下もこんな感じで根元にも、立ち上がりがつきやすくなります。はい、こちらも一緒です。こちらも、小手幅分ぐらいで少量毛を取っていきます。少量毛を取ったらしっかりと持ち上げて根元付近から巻きつけていきます。でこの下もまた少量取っていきます。少量取ったら、さっき持っていた固定の手を変えて今度は逆に巻きつけていきます。こうすることで後ろに持ってた時に動きがランダムに出てきます。でしっかりと根元から固定を入れてるので固定の立ち上がりも根元の立ち上がりもしっかりと出てきます。また手を変えます。手を変えて根元からしっかりと巻いていきます。で巻いたところがしっかりと冷めたら、後ろに一つに結んでいきます。この時もざっくりと巻いたところを崩しながら、結んでいきます。そしたら、引き出しをしていきます。まずは、トップですね。トップを引き出して丁寧に引き出していきます。でちょっと間隔を空けて中ですね、横を引き出していきます。でここも横を引き出していきます。で後ろもなるべく巻いた部分などを意識してなるべく表面ですね、表面面を巻いてる部分引き出していくと動きが出やすいと思います。次は遅れ毛を巻いていきます。根元付近からしっかりと巻きを入れていきます。で、ちょっと根元ベチャッとしてるので立ち上げたいので、持ち上げて根元からしっかりとコテを入れて、根元に熱を当てていきます。そういうことでこのように立ち上がりができます。こんな感じです。でここも根元ちょっと立ち上げたいので、根元からしっかりと熱を当てていきます。こうすることでこのように立ち上がります。で根元をこのように立ち上げることで、顔に奥行きができて一体感が増しますので、根元がちょっとピチャッとしやすい方にはおすすめです。
最後に、ゴムで結んだ部分を、リボンで結んでいこうと思います。でリボンは、そのまま結んでいただいても構わないんですけれども、滑って落ちてしまうことが多いので、シリコンゴムにリボンを、通してから結んでいこうと思います。でこのような感じで通していきます。でこれを一回また、ポニーテール部分に結んでいきます。こんな感じで完成です。今回は丈をより生かした、ルーズなアレンジスタイルにしていきました。巻いた後もしっかりと冷やすことで結んだ後も動きがしっかりと出てきます。でこの顔周りも、根元からしっかり丈を当てたことで、引き出した時に程よいボリューム感が出てきます。で表面のこの動きも巻きを入れていることで少し引き出しただけで、動きが出てくるので、とっても簡単ですので皆様もぜひ、挑戦してみてください。